夫婦で語る本音トークの時間がやってまいりました、はい、今日のテーマは夏の2拠点生活、能登半島で子供たちに最高の夏休みを与えたい。なぜ一緒に言おうとしているまあいいわっていうテーマでね、今回のこの2週間の能登バンライフを、無事にやり遂げた後、私たちのこのね夫婦ぶっちゃけトークで、はい、いろいろと思ったことを話してみたいなと思いますけども、はい、まず最初にデレン、この夏の2拠点生活をなぜやってみようかと思ったきっかけの話をしたいと思います、はい、これも簡単でね、うん、私たちあの越後湯沢というところで雪山での2拠点生活を、まあ、2年実現して、うん、雪国での生活体験っていうのを子どもたちにさせたかったということで、はい、うん、一つ実現しています。で、私たち家族はもう一つ、まあ、どっちかって言ったら雪山よりもサーフィンとかね、うん、キャンプとか、うん、まあ、そもそも車中泊もするために、うん、海にばっかり遊び行ってるわけですよ。本当だね、冬以外全部海、うん、12月から4月までが雪山で、4月から12月までが雪、あの海ですから。そうそう、海の方が長い。海の方が長いのに、うん、まだ海での生活っていうのを実は体験したことがない、うん、特に子どもたちにまだ体験させたことがなかったということで、うん、この夏休みは、生活圏内に海がある暮らしっていうのをね、うん、体験してみたいと思ったことがきっかけで、まあ、私たち夫婦が、うん、ちょうどだからユーザーから帰ってくるぐらいの頃からこの計画は話し始めてね、もっと前か、ユーザーに行く前から、うん、来年の夏どうしようかみたいな話をしてて、そうだったね、うん、そういえば去年からもずっとこのプロジェクトは、ずっとね話し合いをしていて、で今年実現するに至ったんですけども、まあ、もう一つのきっかけとしては、うん、いろんなまあ制限が生まれた夏休みだったですね、うん、今年の夏休みは、うん、あの長女の林間学校ね、いわゆる修学旅行も、うん、まあ、見事に中止になったりとかですね、うん、とにかく子どもたちにばっかり幸せが来る夏が来そうだったと。そうだね、うん、で多分ここにいてもプールとかもなんかこう営業してるところも限られるし、で室内の遊び場ってだいたいこうね閉鎖っていうかになっちゃってるから、うんうん、本当に遊ぶ場所がない、家にいるしかないんじゃないかぐらい、ね、ステイホームせざるを得ない環境が、うん、まあ、この首都圏にはね、うん、蔓延してしまっていた状況もあって、うん、そこで僕がもう絶対に守りたかったのはたった一つ、うんうん、しつこいぐらい言ってますけども、夏休みは子供たちのものだ、本当たったこれだけを、なんだろう、守りたいがために今回この能登バンライフプロジェクト、うん、実現することができました。もちろん実現するにあたって、カーステイという、うん、バンシェア、それから、車中泊のスポットシェアを提供したサービスを提供されている企業さんが、まあ、サポート、僕らのこの企画に賛同していただいて、うん、でサポートしていただけたということがあって、今回ねスムーズにこの企画を実現することができました。で数あるこう僕たちの、この夏の2拠点の場所のリストがあったんでね、うんうん、1位、九十九里、2南房総、3伊豆、うん、4ぶっ飛んで宮崎、あ宮崎あったね、あったよね、たそして、5番目に能登がありました。これ能登っていうのは田舎バックパッカーハウスって言って、去年のねトリップの時に2日間だけ滞在させてもらった、これも私カステイのスポットでもあるんですけども、最終的になぜ能登を選んだかっていうと、いろんな条件が合致しました。一つは、長期滞在できるバンライフステーションなんですね。なので古民家がベースにあって、そこに共有できるスペース、キッチンだとかリビングだとかワークスペース、 Wi-Fi っていうのがあるんだけれども、寝床だけは自分の車で寝てください、車中泊をしてください、そういう場所があって、それを利用することで長期滞在が可能であるということ。そうだね、うん、多分あの子供も大人もそれぞれのこう宿題やったり仕事をしようと思った時に、うん、通常の一泊車中泊できるようなスポットだと絶対限界が出てくるから、狭すぎてね、そうやっぱバンライフステーションが能登にあるっていうのはすごい大きな理由だったね、アドバンテージだったね、うん、まあ、そして働く
環境が用意されているっていうのが実は非常に大きくて、僕ら2週間滞在したんですけども、うち1週間はちゃんと仕事をしながらっていうね、生活をやる必要があったので、まあ実際にはそんな働いてないんですけど、でもね、一応それは条件としてありました。それから同じくしてこの田舎バックパッカーハウスは海まで徒歩っていうか裏の小川を使えば、サップとかに乗っていくとね、ボート乗ってったりとかすると、わずか1分ぐらいでね、海に出れちゃうっていうね、その僕たちが実現したかった生活圏内に海がある生活っていうのもね、そういう条件も揃いました。まあ、あとそのね、いつも行ってる千葉とかの放送とかではなく、能登を選んだ理由は何ですか？同じ海で、いきなり振られてもあれだから自分でいいねよ。あ、そうか。何ですか？なんかそれは結局なんかあの非日常を体験させてあげたいなって思って、子供たちに、あの湯沢もそうだけど、今住んでる環境と全く違うところ、住んでる人たちも違うし、土地も違うし、景色も違うし、環境も違うしっていうところにいることによって、なんか気づけるものとかが経験できることがあるんじゃないかなっていう、そこに結構期待してた部分。確かにね、あるかな。九十九里南房総はそして、年中行き過ぎてるから、ちょっと斬新さが物足りないっていうところもあったりとかしてね、そういった意味で、僕らそもそもサーフィンをしに日本海側に行くってこともまずないので、そういう意味であえてちょっと今回サーフィンはね、のチャンスは捨てて、むしろ、今まであまり経験のない日本海側で暮らしてみるっていうことを挑戦したいと思って、今回この能登田舎バックパッカーハウスっていうのをね、利用させてもらったという、そういう経緯がありました、そしてもう一つ大事なことがあって、このバンライフステーション、中長期滞在が可能なバンライフステーションを利用することで、長期の子連れ旅っていうのが実は簡単に実現できるんだよっていうことを、僕は実証するための実は挑戦でもテストでもあったところがあって、つまり夏休みね、俺たちもさ、大型連休を使ってよくラウンドトリップをやってきたけども、やっぱり言っても10日間が限界だったよね。なぜなら学校があったりとか、それからそもそも僕らも仕事をね、やっぱりちゃんとしたオフィスでやらないとみたいなところもあって、それでも伸ばして10日間が限界だったけど、いや、こういう滞在型のステーションとかを利用することで、たとえ子連れでいてもすごくこう長いスパンのプランでの旅を計画できるんじゃないか、実現できるんじゃないかっていうところを今回挑戦したかったっていうのも一つこれの狙いにありました。だからちょっとこう子連れワーケーションを少し長めに撮ってみましたみたいな感じで、結構夏休みだったら割と、今みんなリモートワーク増えてるし、やろうと思えばできるね。できるね。そうだよね、やろうと思えばまるっと夏休み全部向こうだってできるはず、今回2週間っていうふうに、半分にしましたけども、あくまで今回テストだったんでね、いきなり1ヶ月っていうのはちょっとヘビーだったから2週間って決めましたけど、割と2週間やってみてこれできるなっていうのが僕の感想。そうだね、でやっぱり滞在させてもらっている田舎バックパッカーハウス自体が、いろんな人がやっぱり訪れてくれるから、コミュニケーションも生まれたり、あるいは誰もいなくて我々家族だけの時間があったりっていうメリハリもあったりしたし、1ヶ月ぐらいはその子連れワーケーションで働き遊び暮らすっていうことができるなっていうので、あとはオーナーの子供がうちの子供とねちょうど同い年ぐらいで、でそこでこう地元の子と遊ぶっていうやり方ができたじゃない。それをすることによって子供たちにもいい影響があったし、じゃあ海でどんな遊びができるのか、普段ここの子供たちはどんな遊び方してるのかっていうのもすごくリアルにこう見せてもらうことができて、そこはすごい良かったな。あの漁港をプールと呼んで、そこに飛び込む、泳ぐ、魚も釣るっていうね、そのプールと呼ばれている漁港がいろんな遊び方ができる宝庫だったと。でその港にこのモビゴンを
横付けしていれば、うん、僕たちここでパソコンをしながらこの窓の向こうで遊んでる子どもたちが見れるので、安心して、うん、遊ばせておけるし仕事もできるっていう、うん、あのロケーションっていうのもすごかったね、うん、こっちでは考えられ思いもつかない遊び方だったなってね、うん、要は、この僕たちの住んでいる千葉県の地元に万が一この夏、うん、ずっとおとなしくいてたら、うん、プールもない、うん、友達ん家にも遊びに行けない、うん、じゃない、本当に本当にステイホームをせざるを得ない状況があって、うん、まさかあんなイエーイドボーンっつって海に飛び込むみたいな、あんな生き生きとした子供たちを見ることはできなかったんじゃないかなと思うと、本当にいい選択だったなって ね、うん、もう多分もう夏休みの絵日記は書ききれないぐらいの思い出がある ね、うん、そうだね、本当にね、今回2週間もいたからさ、うん、別れ際がすごくしんみりしちゃったというかね、うん、ちょっと寂しかった感じも、まあ、あれもまた子供たちにとってもね、うん、出会いあれば別れありの経験になったし、良、ね、うん、かったんじゃないかなと思います、うん、今回ねすごくいい経験、いい時間を過ごさせてもらってはいるんですが、はい、私たちの、まあ、ポリシーとしてあまりこう同じ旅は繰り返さないというかね、うん、常に新しいことに挑戦していこうと、ブラッシュアップしていこうっていうポリシーの中でやっているので、もしかしたら能登に2週間っていうのはもうないかもしれないし、けどこんないい経験しちゃったからまた来年もしちゃうかもしれないし、ただまだ今現時点ではわからないけども、やっぱり次の冬、うん、次の夏、うん、全てにおいてもう全力で足を止めることなく、まあ、僕たちの旅を続けていきたいなっていうふうに改めて思いました、はい、うん、今度はあなたの町に住むかもしれません、わかりませんどこだよって来ないでくれって言われちゃうかもしれない。やっぱり思考停止してしまったら、やはり新しい発見は、新しい経験は、新しい出会いはなかったかもしれないです。いろいろ考えることはあったけども、やっぱり結果的に今回のこの能登バンライフ実現してよかったなと改めて思いました、うんうん、今回の旅は、うん、キャンピングカーを借りて、キャンピングカーとハイエース、うん、2台で、能登バンライフに挑戦したわけですけども、はい、まあ、理由としては田舎バックパッカーハウスね、能登 のバンライフステーションは、うん、共有スペースは使えるんだけど、うん、寝るところは車で車中泊をしてくださいっていうのがルールだったんだよね、うん、そういう意味でさすがにハイエースに4人寝て2週間っていうのは、うん、ちょっとしんどいなと思ったんだよね、うん、今までやったことないね、2週間もないね、しかもあんなにくっついてさ、真夏寝るっていうのがちょっとしんどいよねと思って、うん、今回はこのカーステイのモビゴンっていうね、今僕たちがおしゃべりしているこれ、うん、そのキャンピングカーの中なんですけども、うん、こいつを、完全にベッドルームというふうに捉えて、うん、ベッドルームを一緒に連れて行くバンライフの旅っていうのを、うん、実現してみたわけですけれども、実際に使ってみてどうだったかっていうと、一番大きいのは、はい、今までエースケでずっと旅をしてきて、うん、まあ今回ほどじゃないけど、まあ普通の人より荷物は多いじゃない、遊び道具で、ね、うんうんうん、で毎回寝るたびに荷物をどかして寝床を作って、でその中でくつろぐ場所も作ってって、結構その準備がさ大変だったじゃない、うん、なんだけど、それをしないでただ車を乗り換えるだけですぐこうやってソファーに座ってお酒を飲んで子供たちは上ですぐ寝れるっていうそのイージーさがめちゃくちゃ便利だなと、うんうん、まあ、特におすすめなのが長期どこかステイする場所を決めて、滞在型だよね、あ、そう、滞在型の旅に2台で行く、うんうん、そうだね、で行きと帰りは2台で行くことになるけれども、現地着いたらいつもの車で遊びに行って、帰りはそのキャンピングカーベッドルームで寝るっていう考え方で旅するのはすごくいいな、うん、斬新、俺たちの20年の車中泊に、まあ、まずなかったね、過去1回もないやり方だったから本当に一つ一つが斬新で、うん、そしてその、まあ、使い勝手の良さ、便利の良さ、当然デメリットの部分もいろいろと発見できた、うん、旅になったかなと思うんですが、これは一つね、旅のやり方として
おすすめです。これを今回実現できたことで、いろんな可能性に気づいて、僕らのこれからの旅はどういうスタイルにしていったらいいのか、逆に悩んでしまっているところがありますが、はい、僕大きく一つだけね、答えが出たことがあります、はい、何ですか？キャンピングカーは買わなくていい。そうなの？キャンピングカーは借りればいい。あ、まあね、うん、必要な時に、ね、いわゆるね、年間稼働率ってよくね、カーステイさんも言ってるけども、実は使ってない時間の方が圧倒的にキャンピングカーって長いじゃない。なぜなら日常使いがやっぱりどうしてもヘビーになっちゃうから。だけど結構今キャンピングカーブームでさ、みんな購入されてるじゃない、うん、でも俺はあえて今回このモビゴンを借りて、まあ、2台体制っていう、ちょっとねコスト的にも2台分かかっちゃったりとか、それから家族が別れてドライブしなきゃいけないっていうところにデメリットはすごく感じたけども、そのコスト的な話を言うと、例えばさ500万から1000万クラスのキャンピングカーを購入した時のコストを考えれば、1回の旅が数十万円かかろうとも、購入するよりかは圧倒的にコスパのいい旅の仕方ができてるんじゃないかなっていうふうに思ったんだよね。なのでね、俺今のところだよ、今回の旅をして非常に強く痛感したのは、あ、キャンピングカーって買わなくていいなっていうこと。借りればいいじゃん。そうだね、うん、まだうちらにはいらないね。そうなんだよね、うん、どうしても僕らがあのアクセスするところって、ちょっとさ、うん、あの大きいキャブコンとかだと入っていきにくい、うん、駐車しにくいとかさ、うん、いう場所が多いがゆえに、ずっと、まあ、あのキャンピングカーとは、うん、縁がなかったというかね、うん、でも今回連れて行ったことで改めて再確認したの。本当に、あ、買わなくていいんじゃん、必要な時に借りればいいんじゃないかなって、うん、そうだね、そこに気づいたっていうのはね、実は大きなこう今回の旅のメリットだったかなっていうふうに思ってます。なので私たちのこれからのバンライフね、どういう形になるか、はい、まあ、結果今の話だと実は答えは見えてなくて、うん、ただキャンピングカーは買わなくていいなという答えが一つ出たかなというところかな、うんうん、じゃあ何するのか、どれがベストなのかっていうのはまだまだ模索していかなきゃいけないかなと思ってるんだけども、うん、あの何よりもキャンピングカーがあったらすごく便利だねっていうことに気づけたことっていうのは、はい、あの大きな価値になったかなと思います、うん、というわけで、はい、今回はモビゴンを使った2台体制のバンライフの旅を夫婦で語ってみました、はいはい、今日のトークはここまで。バイバイ。Dude, that father is 10 and permed!